こんにちは、ヨッシーです。Dm7 のお話をしたんですが、今日は Em7 のお話です。Em7 と出てきますと、大抵、このような、ダイアグラムが出てきますね。1弦から2フレット開放弦、2フレット開放弦、こういった、ダイアグラム、指使いですね、こうでもいいですし、出てきます。それをもう少し、変えて、こういうね Em7、 こういうふうに Dm7 がこうあったら、1、2、2半音上げて Dm7 という形が求められるわけですが、今日は4弦の開放弦、その音を入れて、そのあたりのポジション、5フレットあたりでですね、考えてみたいと思います。まずこの Em という音は、 Em という音は、ミソシですね。それに7番目の音、レの音が加わって、ミソシレ、これが Em7 という音ですね。そしてこの形ですと、ソとミの音が開放弦、ソ、4弦からいきますとソ、レ、ミ、シになってますね。そして今日お伝えするのはこっちの形、4弦からソ、ミ、シ、レ。1弦のね、まずレの音、5フレットを中指で押さえて、人差し指で3弦の4フレットミの音、そしてシの音が2弦の7フレット、こういった形になります。こちらの Em7 から移行するときは、この2本の指はそのままこう来て、こうすると、こういう形になりますね。これも4弦が開放弦ですので、まあ、引き続きすぐに離してもその音が鳴っているというところになるんですけどね。はい、今日は Em7 の話でございました。それではまた、バイバイ。